えっと、あの先ほど皆さんに書いていただいた、えー、パート1の、えー「人生満足度尺度」と言われるリーナー博士のやつですでまずあの皆さんの、えー、ここの平均値にはなるんですが、えー、前に、えー、大体こう何点ぐらいがいろんな各国の調査で出てきたかっていうちょっといくつか事例をご紹介します、えーまあ、これあのアメリカカナダの学者とかが研究したものなんでちょっと特殊なカテゴリーもあるんですけども アメリカの囚人男性12.7、中国の大学生16.1、ロシアと続いて日本の大学生の平均が20.2となりました。アメリカの大学生が23.0、アメリカの印刷工場員、工場の方が24.2、カナダ人男性、フランス系というのが27.9と、まあ彼らの調査の中で一番大きかったです。それでは発表です。本日の皆さん。 の数字は23.4というのが、えー、皆さんの平均でした。えーまあ、これは個々、まあ、皆さんの自分で書かれた数字を、えー、あの覚えていらっしゃるかわかりませんが、一、まあ、つのポイントとしては、要はこの一人一人の幸福度を今足して、総計して、えー、ランキングっていうふうにすると、まあ、結局こういうふうになっていきます。まあ、これ一つの評価リテラシーの一環としてお聞きください。 で、せっかくですね、この数字が出たので、今日のグレーディングのお話をしたと思います。あの、ミシェランの、えー、星印と一緒です。つまり、これが、えー、23.4が日本の大学生より向上,したあ上だったっていうのは評価じゃないんです。えー、何度も言いますか。これは事実ですまだで。これを評価するためには、じゃあ事前に何点だったら、 良かったのかっていうのを設定されてなければダメだというお話をしたと思います。それを最後にご紹介します。これはまあこの研究者たちのグレーディング等級付けですが、30点から35点の人っていうのはまあ人生満足度が非常に高い人というふうに彼らは位置づけています。で、人生が大体順調な人というのが25から29。平均的な人生の満足度。つまりですね、本日の皆様の平均は <laughs>、えー、平均的な人生の満足度だったという <laughs> 非常にオチがあるオチになったかなと思います。えー、まあ今日これが、えー、あの最後の締めになりますが、えー、もう一つ、最後にですね、あの、歴史的な人物たちが語った幸福の物差しというか、えー、幸福名言集みたいなものをちょっと集めましたので、最後にこれをご紹介したいと思います。これはあの、もちろん明確な指標ではありませんが、幸福をどう定義したかという参考としてお聞きください。 えー、人生におけるこの上ない幸福とは自分が愛されているという確信である、えー、富は海水のようなもの飲めば飲むほど喉が渇く最も平安なそして純粋な喜びの一つは労働した後の休息である一つの難しい事柄に取り組みそこに自分の全てを注いでいる人は幸せである、えー、最後の今からご紹介するのは僕は一番、えー、好きな一番シンプルなフレーズですが 幸福とは幸福を探すことである、えー、まあ先ほどあの川内さんの方でも、えー、幸福はプロセスであるということがあったと思いますが、まあ、幸福とは何かということをそもそも考える考えたいと思ってきている時点で、まあ、その状態がまあ幸福なことであるとつまり幸福っては何かって考えることができないような環境には少なくともいないというまあ資産に富んだ言葉かなと思っています、えー、それではえ長くなりましたが、えー、これにてあのー 今日のセミナーを終わりたいと思います。えっと、今日、あの、セミナーの報告書は、先ほどもご紹介したように、えー、まとまりますし、もともとこれは、あの、お伝えしたように、コミュニティ再生って何かっていう、再生ってどうなったら再生なんだろうっていうことに対して、いろいろ、まあ、評価研究をしてきた研究の一環になります。でその研究論文も、えー、同じく、え今日の例えば幸福研究については、川内さんが、 4万字ぐらいですか、はい、4万字5万字ぐらいの、えー、力作の論文を、えー、目下執筆終わるかもぐらいの終わ,終わりましたか <laughs> <laughs>、えー、本日は長い時間、えー、山田さんあと、えー、二上さんも、えー、ありがとうございました